私の人形さばき見せてあげるわ。操られるままになかなかいい味じゃないか。やっ、何すんだ。なかなかいい味じゃないか。痛いな。あなた痛いな。痛いな。何すんだ。こいつめ。あら。こういう場合、あんまり長居するとろくなことが起きないんだよな。味じゃないか。そら、こどめ。やWhat?
場合、あんまり長居するとろくなことが起きないんだよな。なかなかいい味じゃないか。味じゃないか。Thank you.
てやそら。面白い味がする飲み物だな。あれ？味じゃないか。味がする飲み物だな。
なんだか面白い味がする飲み物だな。なんだか面白い味がする飲み物だな。私の人形さばき見せてあげるわ。お、これはうまいな。なかなかいい味じゃないか。私の人形さばき見せてあげるわ。何すんだ。
ったぜ。ばあ、喉が潤ったぜ。逃がすか。なかなかいい味じゃないか。これで目にもの見せてやるぜ。お、これはうまいな。なかなかいい味じゃないか。こういう場合、あんまり長居するとろくなことが起きないんだよな。痛いな。おかしいな。フラン？マリサ、それにアリスも、どうしてこんなところにいるの？それはこっちのセリフだぜ。どうしてお前がここにいるんだよ。どうやってここへ来たのかはわからないけど、この子がメモリーコアを刺激した犯人だったみたいね。おい、フラン！お前のせいで今妖精の国が大変なことになってるんだぜ。妖精の国？ああ、そうだ。妖精たちが困ってるから、おとなしく一緒に帰ろうぜ。私は何も悪いことはしてないよ。ただここで遊んでいただけだもん。細かい説明は省くけれど、この場所、メモリーコアを刺激すると大精霊樹が暴走してしまうの。
このままでは外にいる妖精たちに被害が出てしまうわ。そうなる前にここから出てほしいのよ。へえ、そうなんだ。フラン？どうしちゃったんだよ。早くここから出よう。嫌よ。私がここで暴れれば暴れるほど、この木も一緒になって暴れてくれるんでしょ。最高じゃない。まだまだ遊び足りないと思っていたの。一緒に遊びましょう。気をつけてマリさん、あの子様子がおかしいわ。一体どうなってんだ。きっと邪悪な感情に支配されているのよ。なんだよそれ。さっき私たちも記憶の結晶に触ったでしょ。同じようにあの子も触れてしまったのよ。邪悪な感情を内包した悪い記憶にね。そんなバカな。いくら悪い記憶とはいえ、それに触れたくらいでこんな風になるか。あなたが触れたのは自分の記憶だったからわからなかったでしょうけど、記憶の結晶の影響力はかなりのものよ。私でさえ自分が本物のマリサだっていう錯覚を起こしそうになったわ。おいおい、マジかよ。あの子は純粋すぎるのよ。だから記憶の影響をもろに受けてしまった。今のあの子はグランドールスカーレットであってグランドールスカーレットじゃないわ。何よこそこそ話しているの。私も仲間に入れてよ。一人は嫌だよ。あおいフラン、正気に戻れよ。ねえ、何して遊ぼうか。聞きやしないぜ。あなたの声が届かないんじゃ私が何を言っても無駄でしょうね。あれ？あれあれあれ？聞こえてないのかな？さっきから何して遊ぶって聞いてるんだけどな。来るぞアリス、構えろ。仕方がないわね。上海ほらーい。お人形遊びでいいなら存分に付き合ってあげるわ。壊れて燃えて崩れてしまえ。踊りなさい。ここで操られるままに。上海人形、上海人形、こんなこんな正面だれか。覚えてるよな。
読み違えるなんて。おい、大丈夫かフラン。正気に戻ったならまず話しようだな。こいつはどうしたの。マリサ、マリサ、相手してくれないし、他のみんなも忙しいからってあんまり遊んでくれないんだもん。うーもう退屈で死にそう。いっそ館から抜け出してやろうかしら。うん、それがいい。そうしましょう。出たら見つかっちゃうから、壁に穴を開けてそこから出ようっと。ここら辺かな。キュッとして。
るほど。破壊の力で次元に穴を開けて、そこからここへやってきたってわけか。まったく、とんでもないやつだな。マリさん、ちょっとマリさん、ぼんやりしないで。と悪い、フランはまだまだ元気みたいよ。上海ホーライ、あの子を捕縛していた糸も全部振りほどかれちゃったわ。私の力を、知らない思い出を、みんなの感情をどんどん吸って、大きな大きな私になれ。止めないと、妖精の国だけじゃなく、この神事も危ないぜ。上海ホーライ、それならちゃんと止めないとね、王様。言ってくれるぜ。そして言われるまでもね。
あれちゃれのままに。この私は読み違えるなんて。あなたになっちゃえ。そら逃がすか。あなた。なんだ。何すんだ。あなたになっちゃえ。でもダメか。
なんて再生速度なの。これじゃキリがないわ。それなら再生速度を上回る火力で消し飛ばすしかない。悪いなフラン、少し痛いかもしれないぜ。魔法させないんだから。私たちにも何か手伝えることがあるかもしれないと思って、勇気を出してここまで来たんです。アリスさんの意図のおかげで迷わずに済みました。なんでなんでなんで、どうして私の邪魔をするの。私がかき消すよ。まさかお前たちに助けられるとはな。それじゃあ私は最後の一仕事をしてくるぜ。よっ。バカにして。大事よ。死角から私の下で。させない。騎士ドールオブラウンドテーブル、オーラー。私の能力にかかればあなたのツタの動きなんて一目瞭然なんだから。ナイスアシストよ。このよう、フラン好きだらけだぜ。さてフラン、
ちょっと痛いが我慢しろよ。お前の後ろのでかいやつを私と最大火力で吹き飛ばす。終わったら妖精の国で遊ぼうぜ。弾幕はパワーだぜ。これでも食らいな。魔法。マリサさん、マリサさん、マリサさん、頑張れ白黒。チャンハオイ、マリサ。ファイナルスパわたし、やっぱり王様になるのやめとくわ。なんで、どうして。あんなに乗り気だったじゃん。異変を解決したおかげでみんなの支持も得ているのに。真面目な話、私は王様としてこの国を守ることができなかったからな。そんなことないです。マリサさんはちゃんと。おいおい、最後にお前らが助けに来なかったら私はやられていたんだぜ。よく頑張ったな。お前らは私の命の恩人だぜ。私たちが命の恩人だから、この国を守る王がいるとしたら、それはお前たちだ。元王様の私が認めたんだ。自信を持っていいと思うぜ。でも、もしまた今回みたいな異変が起こったら。その時は協力するぜ。異変解決の専門家兼お前らの友人としてな。うん、それなら安心かな。なんかうまくいく気がしてきた。私たちならやれるやれる。そうね。なんとかなるなる。うんうん、やっぱ妖精はこれくらい単純じゃないとな。それじゃいい感じにまとまったことだし、国を挙げて異変解決のお祝いでもするか。はーい。大精霊樹も元に戻ったし、一件落着ね。そうだな。マリサ。ごめんなさい、私。おお、姿が見えないと思ったらこんなところにいたのか。これから異変解決のお祝いをするんだ。一緒に来いよ。この私が直々に妖精の国を案内してやるぜ。でも私のせいで妖精さんたちは迷惑したんでしょ。許してくれるかな。心配するなって。こういう時のための元王様だ。妖怪と妖精の橋渡し、最後の仕事にふさわしいじゃないか。ついてこい、フラン。妖精に私の友達を、グランドール・スカーレットを紹介してやるぜ。
ちは妖怪のたまり場じゃないんだけど。まあいいわ。こんにちは、フラン。こんにちは。珍しいじゃない、あんたがここに来るなんて。マリサから聞いてると思うけど、私も冒険についていくことにしたから、よろしくね、レイノ。え、そんな話聞いてないわよ。よし、頑張るぞ。ちょっとどんな場所に連れて行ってくれるのかな、楽しみだな。話を聞かないったらありゃしないわ。ったく、はしゃぎすぎて日焼けしないよう気をつけなさいよ。